皆さんこんにちは、週末菜園田中です。今日は2月1日の畑の様子を見ていこうと思います。ここは寒冷地ですので、皆さんの畑の様子とぜひ比較してみてください。ここは人参の畝です。やっと雪が溶けてきたと思ったらまた降ってきました。雪の下だと貯蔵しやすいので、どうせだったらもっとたくさん積もってほしいですね。これはスナップエンドウとそら豆の畝です。前回は防虫ネットが雪に埋もれてぺっちゃんこだったんですけど、上の雪が溶けて少し立ち上がってきました。潰れてないかちょっと心配ですね。これは自家採取しているニンニクです。大きくさせすぎて心配だったんですけど、葉っぱが半分ぐらい黄色くなる程度で枯れていないので、まあ大丈夫ですかね。でこれは大根です。土寄せしてないので土から出ている部分はもうダメなんですけど、中の部分もちょっと凍っていて火を通して食べています。でこれはビワの木です。緑色の葉っぱをつけているのは畑の中でこの木だけですね。よく見ると実になる部分もついています。冬なのに寒さに負けずに、ビワってすごい丈夫な木ですね。でこれはキウイフルーツの木です。年末に手入れができなかったのでここまで来てしまいました。暖かくなると樹液も出てきてしまうので、早く剪定だけは終わらせようと思います。でこれは梅の木です。右半分をキウイに乗っ取られているので、早くキウイの方をなんとかしたいですね。これはブドウの木です。毎年木が虫に食われて全然木が成長できてません。どうやって虫対策すればいいんですかね。でこれはオリーブです。久々に近づいたら結構背が大きくなってました。今年こそは実をつけてほしいですね。でこれは洋梨です。冬なので特に変わらないですね。でこれは玉ねぎです。かなり深く植えたつもりだったんですけど、霜柱で結構上に押し出されてしまっているものがありました。玉ねぎは早く植えつけて根っこをがっちりとさせないとダメですね。これは夏野菜のナスとピーマンの畝です。春の畑の準備ができないので、これもそろそろ片付けないとですね。これはブルーベリーです。ラビットアイ系はまだ葉っぱがついています。で、よく見ると今年のつぼみもちゃんとできていました。これはザクロの木です。木から落ちずに乾燥したザクロがくっついてますね。こういうのが種になるんですかね。これはユズです。3年生になるので、そろそろ実ができてくるでしょうか。これはサクランボの木です。寄ってみるとしっかりとつぼみができていますね。で、これは桃の木です。桃の木もたくさん芽がついていて、今年の桃も楽しみです。これは香水という梨の木ですね。草刈り機で吹っ飛ばしてしまいましたが、復活してきてくれています。これはタラの木です。畑でできるタラの芽っていうのはあんまり苦味がなくて食べやすいので、毎年野菜代わりに食べています。寄ってみると芽みたいのはありますね。これは椎茸の原木エリアです。まだ寒いので椎茸はお休みのようですね。これはイチゴです。まだ雪に埋もれているんですけど、ちょっと植えた時より小さくなってるような気がしてちょっと心配ですね。以上、2月1日の畑の様子でした。また3月の畑の様子も収めていこうと思いますので、ぜひ見てみてください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。